マナスキン、魔力のコントロールが苦手な私にとって超絶難題じゃないのよ。メレオレオナ様、久しぶりに会ったと思ったらいきなりこんなとこ連れてきて。何か言ったかノエル。ああ、何も言っていません。兄弟たちに怯えてばかりだった女が変わったな。外見だけではなく内面もわずかだが母親に似てきた。ありがとう、綺麗な花ね。もうすぐ生まれるのですね。え、産んだらまた戦場へ戻られるのですよね。魔法騎士団たるもの、戦場へ出る決意をしたら国のため国民のために自分の命の危険を顧みずに戦い続けるでしょ。お腹に子供を授かったら何があってもその子の命を守ろうとするものなの。それが母親というものよ。登り詰める決意をしたのならばこの程度の山とっとと登ってみせろ。